界を張り終えた時、この地は地獄に変わる。東京の土は美味しくない。バルモンは土から栄養を補給するから、土はご飯みたいなもの？まあね、なんてまずいのかな。あのね、この辺はちょっと前まで海だったのよ。あれ？ミミ？ミミじゃないか。バルモン、隠れて。ぬいぐるみってごまかす手もあるけど、趣味が悪いって思われたくないから。趣味が悪いって私のこと？深く考えないでね。で、パパ、こんな時間に何してたんだ？ううん、別に。ああ、パパを迎えに。今日は遅かったのね。この霧で電車が遅れてね。さあ、帰ろうか。お帰りなさい。ママ、迎えに来てくれたのかい？うん、お料理用してたらパパが帰ってきたってピンときたの。ママ、今日のメニューは？キムチチャーハンにイチゴと生クリームのトッピングよ。いいね、美味しそうだ。いっぱい食べてね。うん、うん、いつまで隠れるの？54点。11年生きてきて最低の点数だ。元気出せよ。人生山あり谷ありさ。今日は居残りだって家に電話しなきゃ。おかしいな、電波が届いてないのかな。明日まで待つんだ。みんなにも連絡して助けに行くから。ひかりちゃん、眠れないのは太一も一緒だよ。今は我慢して寝とくんだ。ごめんなさい、お兄ちゃん。うん、兄ちゃんに任せとけ。どうした千代香？あ、石田さん、大変っす。うちの局の電波どこにも届いてないです。何？原因は不明です。ただ放送システムが飛んだのは霧が出てからです。電話や携帯も繋がりません。どこに行くんですか？決まってるだろう、調べに行くのさ。それが俺たちの仕事だ。わかりました、桜田君、行くわよ。はい。霧が出ているのはこの範囲なわけだ。お台場だけすっぽり覆われている。そろそろ局に戻った方が。地図、怪物。今回の霧、例の怪獣騒ぎと関係があるのか。おかしいな、どこにもつながらない。ねえ太一、朝練行かなくていいの？それどころじゃないんだ。あら、そう。ほら、後輩が呼びに来たわよ。はいはい、おはよう。あ、母さん。太一、母さんを助けるんだ。バンデモン様の命令だ。貴様たちを連行する。大地、光、いた。お母さん、大地、光、バルアガキしよって。さあ、バンデモン様のところへ。ごめん、太一。お母さんは後で必ず助けるから、今は僕と逃げて。母さん。お母さん。
うちの子が妖竜に。大丈夫かアグモ。うん、なんとか。太一。え、ヤマト。こっちに隠れよう。ああ、なんだって。嘘じゃない、光が8人目の選ばれし子供だったんだ。驚いたな。それにしても一体何が起きてんだ。俺も親父に叩き起こされてここに隠れてろって言われてさ、親父によるとお台場全体を覆ってる霧のせいで外と連絡がつかないらしい。お台場全体が隔離されてるっていうのか。きっとパンデモンの仕業だ。光を捕まえるためにお台場ごと封鎖したのか。子供も大人も見境なしだ。くっそ、私のせいなの。違う、お前が悪いんじゃない、バンデモンのせいだ。でもいいか光、あとはお兄ちゃんに任せてここでじっとしてるんだ。ヤマト、しばらく光を預かってくれないか。ああ、分かった。光、お母さんたちを必ず助けてくるからな。お兄ちゃん、テルモンもお願い。ああ、任せておけ。行くぞアグモン。はあ、うっかりしてたわ、お醤油の買い置きを切らしちゃうなんて。マジカルファイヤー。ソラのぬいぐるみじゃなかったの。サッカー部の朝練はどこでやってるの。この先の小学校の校庭。急がなきゃ、ソラが危ないの。え、これはソラの帽子。ソラ、ここは操られたり捕まった人間はみんなここに集められているみたいね。ソラはどこにいるのかしら。今度は中を探しましょう。ねえピオさん、変なこと聞くようだけど、ソラ私のこと嫌いだって言ってなかった。全然、ソラ言ってたよ、お母さんの愛情が分かったって。あの子、こんなにたくさん人を集めて何を企んでるのかしら。ねえミミ、いい加減隠れるのやめてもいいでしょ。ダメよ、見つかったら離れ離れにされちゃうわ。うん、仕方ないわね。ミミちゃんも捕まったの。うん、パパとママも一緒に。ねえ、私進化した方がいい。バルモンもいるのね。周りは敵だらけだし様子を見ましょう。残念、子供たちが、子供たちが。落ち着きなさい。今頃あの子たちがオレンジ色の恐竜に食べられているかもしれないのに。安心してください、ソラちゃん。その恐竜なら私たちの味方です。きっと私たちを助けに来ますよ。いいですね、男性陣が見張りに飛びかかりますから、その隙に女性と子供は逃げてください。あの、うちの夫に危ない真似させないでください。はあ、おい、お前。あなたは黙って、男性は他にもいっぱいいるんです。もしうちの夫が死んじゃったら私も後を追って死んじゃうから。はいはい、わかりました。立川さんは女性陣の護衛をお願いします。よかったわね、あなた。
何聞いてるんです桜田くん。ストレスが溜まるとああやってお経を聞いてるの。そういえばどうかしたんですか。前に城先輩のお経で化け物の力を弱められたことがあったわ。早く逃げて。私に離れずについてきてください。始まったわ。ここから逃がしてなるものか。これでも聞きなさい。早く逃げて。転ばないようにね。やったー。お外よ。ここにも行った。どうしたの？あなた。俺はもう男だ。どうしてこんなこと。許さない。私あのデジモンたちを許さない。ドレモンも挑戦か。粗大ゴミを処分しただけだよ。次はお前だ。デッドスクリーン。おとなしくしていれば可愛いもの。キリモ、しっかりして。キリモ、ついてきて。今度は自分が極楽往生する念仏を唱えるんだな。させないわ。その お母さん。何？空。
さん、逃げなさい、ソラ。お母さんも。いいから逃げなさい。お母さん、お母さん、ミミちゃん、必ず助けに来るからね。お父さん、お母さん、バケモンたちがいつ戻ってくるか分かりません。ひとまずここでじっとしててください。デジタルバリアの中なら安全ですから。コウシロウ、あなたどこへ？源内さんが言ってたお台場を包む結界の中心、テレビ局に行ってみます。どうしても行くのね。すみません。信じよう、コウシロウを、私たちの息子を。今までそうしてきたじゃないか。あなた。じゃあ行ってきます。気をつけて。必ず無事に戻ってくるのよ、私たちのところに。はい。このテレビ局のどこかに結界の中心があるはずです。そこさえ叩けば。わしらだけで大丈夫ですやろか。確かにそうですが。あ、まずい、戻りましょう。しまった、挟み撃ちだ。あ、静かに。あなたは。水上バスで帰ろうと思ったら出航見合わせか。ジョーさん、タケル君、一人で来たのかい？うん、お母さんも一緒だよ。途中ではぐれちゃったけど。そうか、この人だかりじゃな。ジョーさん、お台場じゃなかったの？塾に行ってる間にこの騒ぎさ。ねえ、あの霧ってやっぱり。おそらくバンデモンの仕業だろうね。お兄ちゃん、僕は何としてもお台場に行くつもりだけど。僕も行く。でもどうやって？これさ。わあ、ゴマモン。頼むよゴマモン、一攫門に進化してほしいんだ。オーケー、任せて。あ、待て。タケル、タケル。あ、ママ。タケル、危ないから降りてらっしゃい。大丈夫だよママ、これは一攫門、友達だよ。あの、はじめまして。僕6年の木戸城と言います。タケル君は僕が責任を持ってお預かりしますので、ご心配なく。タケル、お兄ちゃんやパパのところに行ってきます。タケル君、酔ったりしてないかい？気分が悪くなったらすぐ言うんだよ。なんだかジョーさん、お母さんみたい。日の出桟橋に残してきた君のお母さんに約束したからね。僕が責任を持って預かるって。もうジョーさん、心配しすぎだよ。あれ、ん、どうしたのジョーさん？今向こうで何か動かなかった？え、どこ？ほら、あのあたり。
ができたんだ。助かったよ、ズドモン。ハンマースパーク、いくよ。助かるよ。いやー、ちょっと。エンジェロウンズーナックル、上がる前に霧の中に突入だ。行けズドモン。わあ、真っ白。これじゃ右も左もわからないな。私をテイルモンのところへ連れて行ってくれ。誰だ。あそこよく見えないけど漂流してる。私はウィザーモン、テイルモンのところへ。お前、バンデモンの手下じゃないのか。怪我してるみたいだよ。頼む、テイルモンにこれを。見て、紋章とタグだ。これは8人目のオリジ。なんだって。8人目の紋章。いえ、みんなをどこにやった。大地、ソラ、無事だったのか。国際展示場よ、みんなバンデモンに捕まってるの。国際展示場だって。そう、ミミちゃんも大地のご両親も。くそ、バンデモンね。ソラはヤマトを連れてきてくれ。わかった、行くぞ。そろそろ大地が出発して2時間だ。大地のやつ。ヤマト、ひかりちゃん。ソラ、ここだって大地に聞いたの。みんな国際展示場に捕まってるのよ。本当か。8人目を探さずともお前らを倒せば同じこと。ここで果てろ。カモン、
動ウィング。シャドウウィング。連月蹴り。助けるのよ。そうだな、分かった。